WTT コンテンダーアンタルや、2023年10月16日から23日、トルコ10月21日、女子シングルス準々決勝で早田ひな、23イコール日本生命、世界ランク6位、ガオラワン、26対、同69位、奥田氏、準決勝に進出した。ライブ配信、WTT コンテンダーアンタルや10月16日、月曜日から22日、 日曜日開催。トーナメント表、試合結果。オラワンフォト、至る千葉。オラワンは、東京五輪代表でタイにおける左のエース。早田は2016年に2度の対戦経験があり、それぞれ4の0、4の2で勝っていた。ストレート攻撃を多用し、逆チキータも見せるオラワン。第1ゲームは中盤で差をつけられ、早田は追い上げるも9対11で先制される。 だが2ゲーム目は対応し、サーブを効かせての3玉目攻撃などで11の7と取り返す。第3ゲームも0の3にされるが、バック側狙いから徐々にフォア側にも決め球を送り11マイナス7でここも取る。4ゲーム目も早田は縦回転の変化サーブでレシーブを浮かせ、強打で次々と得点。11対2で一方的に奪って勝利した。準決勝は、張本美は 15イコール木下アカデミー、同15位、との日本人対決となった。より小さい WTT コンテンダーアンタルや女子シングルス準々決勝、早田ひなさんの一オラワン、対、9、11分の11マイナス11分の7マイナス11分の7マイナス2。